はい、どうも、ポキケンです。本日は土曜日ですね。まあ、ちょっとペラシャフトの方から3100ちゃんのペラシャフトの方からやろうかと思うんですが、まああとちょっとなので、よいしょ。とりあえずちょっと今作業所の方も見てたんですけど、ちょっとあとはもうね、でかい作業ばっかし、でかい作業というかパーツを用意して、こうあの交換とかワンオフで作るとか、シートステー、あ、そう、それもフロントシートのステーの3センチの延長ぐらいかな、できるのが。そんでエンジンを下ろした時に付属してる作業が結構あるので、やっぱ下ろしてからじゃないといろいろ進めないよね。その他はステアリングのやつとかだもんな。あと配線、これはもう引き直しちゃうからいいとして、まあいいや、とにかくペラシャフトの方からやっていきましょうかね。ふーちゃん、雪の掃除したから綺麗だから大丈夫だよ。まあとにかくそうだな、ペラシャフトが終わったらちょっとシート、明日ちょっとね、日曜日なんで一回入れ替えるもんで、よいしょ。あ、指がまだ痛いんだな、握ると。まあこれはそんな難しくないですね。こっちかこっちを3センチ伸ばしてる、上げるやつを作ればいいだけの話なんで。4箇所同じだもんな。で、合計で8箇所そういうのを作ってあげればいいということですね。延長プレートみたいなの作ってやってもいいかもな。溶接しちゃった方が早いか、これをこうやって。それかこうやって調整できる風になってるから3段階で、それをもう一つ増やしてあげれば3センチぐらい上がるよね、きっと。で、ここの作り替えはミッションを下ろしてその形状に合わせてだもんね。ここはワンオフで作るから、ポスト外した後でワンオフで作るけど、ハンドルポストのとこどうするかね。そういうのもいろいろ考えないとだね。あ、そうか、ダッシュボードも加工するから、全部外した後じゃないとここは加工できないもんな。これは、これだ。やっぱ使えないか、エアコンのあれが来てて。そうなんだよね、使えなくなっちゃうんだよね。あ、これ磁石か、すごいな、やっぱり。磁石が一番簡単で早いよね、この前も思ったけど。まあ、よっと、あら、落ちちゃった。これもそのパネルに組み込むって感じだもん。そうだな。痛い。これは何のシートを使ってるんだろう。何のシートかな。この蓋がいくつか取れちゃってるんだね。よいしょ。レギュレーターはでもそうだな、これで止まってるだけだもんな。そう、レギュレーターがね、いかれちゃってるんですよ、ちょっと。空回りするんだ。これだけどっから外すんだろう、このレギュレーター。もうガラスは上から取るとして、レギュレーター上から取るの？
ここからうまく出るだか。そんな感じもするね。まあ、やってみないとわかんねえな、これも。うん。そうか、まあいいや。ベラシャフトからやろう。クイちゃん、いたずらしちゃダメよ。聞いてる？いたずらしちゃダメよ、クイちゃん。よいしょ。昨日でこの2箇所ができたんで、あと1箇所ここをこいつねつけて、でこっちはねこういうのなんですよ。で一回昨日ベアリングをし、ベアリングというかこれを下に落として中のベアリングがポインって出ちゃってゴミがついたので、こっちじゃねえ、こっちだ、徹底洗浄をちょっとします。でこっちもこれね、でグリースも一回入れてはめると。最初にちょっとこれから行くか、ここのねストッパーみたいなやつははめなきゃなんないので、うん、メガネ着てやろう。はい、とりあえずこの留めがここ入りましたね、ピンって。でこれはちょっと最後でここをはめちゃおう、もう一箇所ねちょっとやっちゃいます。はい、ちょっとこの中をね磨いときました。よいしょ。でちょっと掃除して、うん、この新しいやつに新しいやつは簡単に入るんですけど、やっぱね、なんていうのかな、まあ、ある程度使い込まれてるやつなんで、ちょっと表面をなるべくちょっと綺麗にしてあげて入りやすいように、うん、でちょっと掃除して、よいしょ、入れてきますね。これの妙に乗っちゃうんだけど、あれちょっと変だな、入らないんだこっちが、ここまで入ってほしいんだ、あ、抜けちゃうこっちだけ入んねえな。おかしい。はい、はまりました。うん、であれもコッターみたいなのね、コッターなんて言うんだろう、これも入れときました。よし、ではちょっとこいつを洗浄していきますね舌落としちゃったんでね。よし、ふい、こっち側は大丈夫なんだよね、こっち側は大丈夫だから、ちょっと向こうここに置いといて、これだけお掃除、まず手をちょっと洗っとくかよ。傷口にしみる傷口にしみるよ、あははは、お、痛い、ちょっと待って、痛かった、すげえしみる、ここでやろう。はい、元に戻りました。よし、これで OK。 ではちょっと刺しちゃいましょうか。ちょっと作業の途中ですが、アストロちゃん、よいしょ。結構前から師匠にお願いしていたんですが、車検をね、師匠にお願いしようと思って、ちょっと待って。そうなんです、アストロちゃんがね車検なので、前から結構前からもう師匠にお願いしといたんで、まあついでにちょっとあれですね、明日キャディちゃんが来るもんで、まあ師匠にお願いして、そのタイミングでちょっとアストロちゃんをお願いできませんかって言ったら、いいよっつってくれたもんで、で今から持ってきていいよって言われたんで持ってきますね。よし、アストロちゃんはエアコンがすごく効くから快適です。あ、はい、今帰ってきました。これで明日キャディちゃんを預かることができますね。暑い。はい、それではフェラシャフトを刺しちゃいますね。先っぽにちょっとオイル塗るんで、これ持って
中潜ってきます。ちょっとここやりにくいな。やりにくいぞ。ちょっと待って。ダメだ、仰向けじゃやれん。先に乗ろう。この状態で乗ってきます。さて、それでは今度こっち側ね、工具を持って出来上がってくると隙間がなくなってくるよ。ちょっと浮いて、これ、あ、こっちを掃除するの忘れてた。ちょっとお掃除してきます。つけるの忘れてました。ちょっとつけてきます。はい、前も後ろも入れておきました。で、一回引っこ抜いちゃったんで、もう一回ちょっと綺麗にお掃除して、ここをね、ミッションの中に入るんで、下とか引きずっちゃったんで、もう一回お掃除してオイル塗ってから入れますね。先にグリスを入れよう。はい、はみ出てくるまで入れました。ちょっとお掃除します。出過ぎ。はい、映ってるかどうかわかんないけど、刺しときました。よし、いいね。よし、ではちょっと綺麗にしてあげましょう。はい、 OK。 外はまあ別に錆びてるっていうか、汚くてもいいんだけど、この中側ね、ここはちょっと綺麗にしとかないと。よし、それでは、手なんか刺さってる。ちょっと待って。鉄粉が刺さってる。これこの触れがない。触れのあれがないけどいいだか。普通はあるような気がするけど。ね、ストッパーみたいのがこうあるよってはずなんだけど、ないんだなあこの車。まあ、どうしよう。一応止めるだけ止めてみるか。なんか変だなぁ。いいのか、これで。
ですね、ボルトを全部ガチガチに止めてもわかりますかね、こうゆるゆるなんだ。で、ここになんかこれの揺れ止めみたいなやつがこういう風に出てるタイプではなくて、何もないタイプなんですよね、これ。ゆるゆるに動いちゃう。ストッパーみたいなのがここにあるやつあるじゃないですか。それだとこう動かなくなるけど、そういうのじゃないもんで、ぴったしのサイズどうするか。なんか変なストッパーみたいのはなかったよな。あそデフのあそこのやつは全部この中に入れてあるんですよ。ボルトで止まってただけだもんな。何もなかったよな。どうしよう、ゆるんゆるんよ。これで終わりだぜなんて喜んでたけど、ねえ、終わんねえじゃんこれじゃ。なぜだろう。外したやつもただああいう形のやつだったよな。なんかこう止めるようなやつはなかったもんね。動画にも載ってると思うんですけど、外したとこが。今ちょっとね、師匠に連絡を取って説明して、なんでですかねって聞いたんだけど、ここにクリップ入れられないなんて言われたんですけど、まあ入ると思うんですけど、その止まる溝とかはないんですよね、クリップが。で、当然こちら側にも溝が何もないので、クリップを多分ここに入れても、クリップ自体がポンってこう取れちゃうと思うんだよな。なんかサイズが合ってない気がするんだよな、これ。ここの中でこうやって動くんだよね、すでにこういう風に。でもなんか止める方法があるのかな。ほら、全然違うもんね。ほら、やっぱサイズが違うのかな。もともと外したやつもなんかクリップだなんだは入ってなかったんですよね。ただこれで押さえつけられてただけなんだよな。師匠がちょっと調べてくれるって言ったので、ちょっと来週にはなると思うんですけど、ちょっと連絡を待ちましょう。もういちゃんもね、サイズが違うのかな、やっぱな。いや、ちょっと今いろいろ引っかき回して見てたんですけど、やっぱねえ、クリップみたいのはあるにはあるんだけど、取れちゃうんですよね、それを入れても。そうなんだよな。真っ暗になっちゃったよ。くーちゃんずっと遊んでる。しょうがない、今日はちょっとここまでにしようか。